今回ですねアルツハイマー制服で有名な下山進さんが新刊「が、え、ん、ー、制服」を出版されるということでそのテーマで対談いただくことになりました「高鰭種」という脳腫瘍の中でも最も予後の悪い病気をテーマに話が進んでいきます、えー、下山さんまずあの書籍についてご説明いただいてもよろしいですかさらっといきますからね、はい、堀江さんとはアルツハイマー制服の時に堀江さんの番組に出たのがまた本になったりしたんですよね たたまたま読んだんだでですすよこれはそうですね、はい、でノートですぐ書いてくれてあすげえ嬉しいなと思って、はいはい、その後そのツイートを見てると「堀江、はい、さんの本とか番組で知ったからこれアルツハイマー制服を読んでます」っていう人が何人かいたんであすごい拡散力あるなと思ったんですよ。であと、まあ、非常に詳しいでなんでこんなに詳しいのかなと思ったんですがそれはだんだん後から分かってきたんですけども今回の本なんですけど「6月17日にがん制服アルツハイマー制服の月はがん制服なんですけれどもこれはですね 最強のの高画種に挑むっていう帯の文句あります。高画酒をなぜ主人公にしたかっていうと最初その新庁舎からの依頼っていうのはがんの標準療法手術放射線高画材ありますよねこれ以降の開発誌をやってくんないかっていう話だったんですよでも調べるとやっぱ相当大変で部位ごとに全然違うんでどうしようかなと思ってた時に。 あとですね、医学専門書や学者の先生が癌がの本でたくさん書いてるじゃないですか。そうするとどうしてもこう専門的になって。 面白く読ませなくちゃいけないのと学者が書くのと同じのはでは意味がないそうするとですね医学っていうのはそれだけで成り立ってるんじゃなくて経済政治との関わりの中で成り立ってるっていうことが、まあ、取材していくうちに分かってきた、はい、この甲賀種っていうこれ脳腫瘍のグレード4っていうんですけれどもここにあの黄色い実際にこうあのプロローグで出てくる桂圭二郎さんという人の脳の画像なんですが黄色く 染めてあるところここが高菓子なんですよねこれある日突然現れてものすごい勢いで増殖してで平均余命が15ヶ月なんですよすごく難しい癌でしかしこの難しいがんだから実は新しい治療法が治験を組みやすいつまり標準療法以外のやつでやってみたいという人が入るということでこれを主人公にしたらば一本にこうまとまっていくなという風うに考えたんですよねそれで実は様々な新しい治療法が 挑んだんだですがことごとく例えば免疫チェックポイント阻害剤とかですね分子標的薬だとか血管新生阻害剤全て高画腫は退けてこの3つ原子炉加速器を使う BNCT という酵素中性子補足療法というのともうこれなんじゃっていう感じだと思うんですがあと遺伝子改変ウイルスこれもなんじゃっていう感じだと思うんですけれども3番目の光免疫療法これも話聞いてるときはよく分かんないですよねしかし信じられないようなガセェットを使った治療法だっ っていうのは何となく分かると思うんですけれどもそれで3人の研究者医学者 が、この、高画種に、それぞれの両方で挑んでいくっていう話をやったんですよね。BNCT は、大阪医科薬科大学、もともと兄弟出身の宮武晋一さんという人と、で、光免疫療法はですね、この人も兄弟出身で、ワシントンにあるナショナルインシィート、ヘルスの研究者である小林久隆先生が、光免疫療法で、東大の医科学研究所の G47 デルタっていう可変ウイルスですね。これを東堂先生、この3人が、それぞれ重なり合い、 ながらですねこの高画書に挑むっていう話なんですけれども読んでいただくとですね、まあ、実はこれ書いてる最中ですね、まあ、知ってる人は知ってるあの「俗有うのガンマンって現代が「TheGoodTheBad&TheUgly」という「いい人悪いやつ汚いやつ」っていうタイトルなんですがどの研究者がどれだというわけではなくそれぞれ個性の立った研究者なんでそこのつばぜり合いいを書いて一冊本にしたっていう感じですあの一通り読ませていただいたんですけどありがとうございました。<laughs> アルタイマー制服読んでたんで、ええ、ある程度期待しながら読んだんですけど非常にあの勉強になったって言ってました僕の医療系の事業共同事業をやってる医者なんかも高画質については専門ではないので、はい、改めて高画質について 勉強したら、甲賀の甲ってニカワだったんですね、みたいな話になったりとかして、うん、意外と知らないですよ、医者って。専門外のことって。うん、そうですね。だから、あ、なるほど、ニカワみたいにくっついてて、うん、ベタベタにくっついちゃってるから、なかなか剥がせないんですね、みたいな話とかになったりとかして、え、僕も脳神経細胞、 ニューロンと例えばまあグリア細胞とニューロンぐらいは知ってるけど、うん、グリア細胞に種類があってアストログリアって脳のまあ組織をこう支えてるっていうんですかね。そうでもあの他の動物ではすごい少ないんです。あそうなんですか。かそのアストログリアもしくはアストロサイトっていうのは、うん、他の動物で見るとすごい少ないからおそ、うん、らくその知性を人間が得る過程で進化したんじゃないかっていうことになると思うんですよ。うんうん、そうすると多分この高齢 っていうがんは、うん、人間が知性を得るのと引き換えに獲得した病気なんじゃないかなってこと、ね、まあそれはでもおそらくですけど僕もあのそんな確定的なことは言えないんだけど、うん、僕が考えるそのアストログリアの発達って、うん でおそらくですけど脳神経細胞の,その結びつきそのニューロンの結びつきが密になったし、ね、ニューロンのまあ数自体が増えた、うん、数自体が増えて結びつきが強化されたそれによってその支えなければいけない構造物 もう強固にしなければいけないので、そのアストログリアが増えて強くなったみたいなところは、多分あるのかなと。アルツハイマー病の研究の中では、はアミロイド β がこう溜まってくる、のがいいい、はい、原因の一つだっていう、今度、レカネマブとドナネマブがフェーズ3で必要評価項目達成して承認されたんで、ある程度これ、正しいと思うんですけど、アストログリアには、アミロイド β をまあ除去する働きを一部になってるっていう研究結果が出てるんですよね。はいはい なんで研究者によってはそういう脳の環境を整えるということの疲弊が、うん、これがんになってんじゃないかとかですね<ー>そんなことを言う人もいるんですよさまざまな原因が複合してがん化はするんだと思いますけどが、うん眼化する人もレアなわけじゃないですかでもまあ構造上ここががん化してしまうと、うん、なかなか治しづらいいそうでですすすすすねね <laughs>、はい、ごご不思議ながんなんですよ、ね、他のの部位のがんって転移るとすごい,重い。 だけどは転移しないんですしかしこれがですね病気の治療の難しさを表していて、うん、脳内っていうのがですね要するに免疫関与っていって免疫機能が働きにくいからはい、はい、他の部位だとほらがん細胞ができても T 細胞がすぐやっつけちゃうっていうことで、うん、そもそも生まれないしあと免疫チェックポイント阻害剤っていうのは T 細胞ががん細胞を見つけやすいようにそれをブロックしてるのを除去 そういう働きを持った薬なんですけど、はい、免疫チェックポイント阻害剤も効かないのは、うん、そもそも高が種はあまりに脳内で免疫機能が働いてないからさまざまなタイプ種のがんが同じ高、うん、が種の中にこう点在してるからじゃないかっていうことを基本的にがん細胞ってヘテロって言いますよね。うん、だからそのホモではなくてヘテロ っていうつまりだからさまざまなタイプのがんがメジャーながんでも例えばその肝臓がんとか、うん、まあ乳がんとかそういったものでも少しずつ変異をしているもともとがんの幹細胞があってそこからさまざまなタイプのがんが変異しながらどんどんいろんなタイプのがんが出てきてるので抗体もなかなか作りづらいっていうところもあるなんていう話はかなり前に、うん。<laughs> そういった話も聞いてたんですけど、放射線を使ったやり方で似たようなあの光免疫療法にかなり似てるんですけど、うん、光免疫のあの物質とつながるその抗体がこれまセットじゃないですか。抗体と IR700 っていうその光に反応して。 物理的な力をかける物質があるわけですけれどもそれとつながる抗体があって700がクイッと曲がってからの細胞を破,、うん、破壊するみたいな感じですよね、うん、抗体が結構これポイントでおそらく光免疫療法もその劇的などの療法も結果として一番怪しいのはウイルス改変ヘルペルスウイルスを改変したやり方はなかなか聞きづらいんじゃないかと、うん、この本の結論としてはそうなっていて BNCT は割と聞いてるんだけれども、うん、とは とは言ってがんを寛解させるまでには至ってないし、まあ、副作用みたいなものもあるでも光免疫療法もそれなりに効いてはいるけれども決定打にはなってないと。 いうところはやっぱりこの抗体難しいですよねこれ抗ガシュをターゲットにする限りそうですねなんで光免疫療法は高ガシュではまだ治験も始まってないですよね、うん、承認をされてるのは統計部がん統計部がんだとある抗原を発しているがんっていうのが7割ぐらいでそれで適性があれば IR700 を載せた薬を投与して、うんうん、そうすると抗体がこの抗原にくっついてそれであの光を 照射すすするるとこの IR700 がクイッと曲がってその細胞一個一個を物理的に破壊するんで僕この話を光免疫療法のちょっと前にまた別の研究をされてる東大の先生を僕取材したことがあってそれは元素の名前忘れたんですけど放射線源でアルファ線を出す物質があって同じなんですけど基本的にメカニズムは似てるんですけど IR700 の代わりにそのアルファ線源と抗体にくっつくジョイントみたいな ものををくっつけた物質を開発されてている先生がいてそれの場合はまず抗体をそのがんにくっつけておいてでそこにくっつくものを静脈注射とかで入れるとそれがしかも半減期が半日とか1日みたいなめちゃくちゃ短い半減期のものを入れてそうすると抗体にだけくっつくじゃないですか。でそこでアルファ線を出し続けるんだけどご存知の通りアルファ線って本当にあの紙一枚も飛んないんで到達性が β 線とか γ 線に比べて 比べると全然ないので同じように 細胞攻撃するることができるちょうどだからね IR700 の発表があるかないかの時に多分インタビューをしてたんで、うん、この話もしたんですよ、うん、これって IR700 の代わりにアルファ宣言をつけるっていうのもありなんですねとでもどっちにしてもこのやり方の弱点というのはがん細胞はヘテロであるとつまりさまざまな種類のだからホモじゃなくて1種類じゃなくて数種類何何何十種類もあったりとかするので抗体系のやり方はそこに多分限界があるのかなとただ 交代を作る難しいじゃないですか、うん。 それが、まあ、最近 AI とかで例えばアルファフォールドって、まあ、今アルファフォールド3まで出てますけど AI の研究でそのタンパク質とかペプチドとかの,その構造決定をものすごくスピーディーにやるソリューションも出てきてるのでこういったものがたくさんの種類の抗体を作ることも可能になってくるかもしれないなと思いますけど、まあ、その先の先話ってことですよね今言ったのはですねコンジェクチャーケミストリーというその学問の流れがあるっていうのはこの小林久高先生に聞いて分かった 要はですねモノクロナール抗体というのが開発されてその抗原に一直線にそこまで行くとそうするとまあほらがんの治療で一番困ったのは要するにかつての抗がん剤まあ今でも使ってますけど放射線っていうのは健康な細胞にもがんにも殺しちゃうと。 だけどこの積算で見ていくとガン細胞の方が分裂が早いから効くねっていうそういう話だったんですよね。だからそれを抗原抗体反応を使ってガン細胞だけに届ければ副作用を少なくできるんじゃないか ということで例えばその抗体にアルファ線弁源をつけたりとかあとはその抗体に小林先生のように IR700 っていう物質をつけたりとかですね、まあ、そんな感じで伸びていいったみたみな感じですよねでこの中では今 BNCT が一番その治療成績が良さそうに見えたんですけどどうなんですか 結局どの両方も承認を得るために堀江さんのそこをすごく興味あったと思うんですけど一番難しいがんゃないと知見組めないんですよね。しかも後半部で日本特有のいろんな制度があってですね19例で承認しちゃうって信じられないようなこれは G47 デルタですけれどもというようなのがあってその中でこの BNCT ですね これでも BNCT、まずどういう話かっていうのをちょっと説明して。ああ、どうぞどうぞ。いいはいはい。私もあの最初聞いたとき、これ、すごく驚いたんで、1936年にゴードン・ロシアっていう物理学者が論文を書いてですね、1936年ですから、マンハタ計画の前ですよね。原子力爆弾もあの開発されてない。だけど、原子力革命の夜明けが来ていて。核分裂のウラン238とか、そう。あの辺は、 ちょうど出た頃か、ね、ちょうどオッペンハイマーの映画に出てくるあれですよねこれはさっき今堀江さんが言ったウラン235にこれ N はニュートロンなんですけど中性子を当てるとイットリウムと陽素に分裂して中性子が2倍出ると質量ががちょっとと減るるんですよね中性子が出るってことはさらにまた核分裂していくそうすると広島の町以降壊滅してしまうぐらいのエネルギーが莫大なエネルギーが出ると。 だけど、その中性子を当てて核分裂する物質っていうのは、ウラン二百三十五だけじゃないよ。と、ホウ素、ボロンの点というのに、中性子は。 当てるとですねリチウムとヘリウムに核分裂するんだけど中性子出ないんですよねそれとここの時に出るエネルギーっていうのが細胞1個を殺す分ぐらいのエネルギーしか出ないと。ということは酵素をがん細胞に特異的に届ける方法が分かればがんの治療に応用できるっていうことをゴードン・ロシアが最初に論文に書いてそれ以来とマンハッタ計画で原爆ができて原子炉が1946年にシカゴ大学のキャンパスにシカゴワンという原子炉ができてですねこの原子 白を人間が手に入れた時に中性子を自由に取り出せる環境になったんで1950年代ぐらいからアメリカで実際に。 高賀衆の患者を解凍して、放送剤を飲まして、照射を始めてるんですよね。でも。もう1950年代に始めてるんです、ね、5 0年代から。<ー>まあ、しかしですね、放送がこの高賀衆に特異的に届かないということと、あと、中性子を当てて、放射線を当てることになるので、放射線不臭、むくみっていうので、これで患者のほとんどが1ヶ月以内で どんどんなくなってくる大失敗をしてですね。でアメリカはそこでもうちょっと懲りてしまって、でここで日本の出番で湯川秀樹が京都大学ですよね。この人が原子炉実験 とというののを初代の長として作それであの日立製の原子炉を大阪府の熊取で導入をしてでここで中性子を取り出せるようになるんですよね2002年1月23日のこの本の中に出てくる高賀腫の患者の照射の模様なんですけどこの原子炉の中で全身麻酔かけて解凍手術をして解凍した状態のまま中性子の取り出し口までこう運んでいってこのあとその医者はやスタッフは 全部出てですね。1時間こう。中性子を当て続けるということをやるんですよ。しかし、この。 高頭腰の場合なかなかうまくいかなくてその放射線負荷の問題がどうしても出てしまうんだけどさっき言った頭計部がこれで2002年の1年の12月にあったケースで劇的な成功例だこっちの左側が照射前で右側が照射後なんですよねでこの人10年生きて再発なくそれで最後は死因は肺炎みたいな形でがんが原因では知らなかったんですよねこの劇的な性高齢を持ってですね そうは言ってもなかなかその原子炉でね資料医薬省に原子炉じゃできないじゃないですか厚生省に言われてそれで別の中性資源が必要だねっていうんでこの成功例で興味を示した日本の重工メーカーのうちの住友重工が加速器で中性子を出す医療用の加速器を作ってそれで今日本で2施設ですね大阪医科薬科大学と福島にある南東北病院で治験をやって でそれで局所進行再発統計部癌は承認をされたんで例えば舌がんとか喉頭がんとかそういう人たちがどん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 これ受けてるんですよねところがやっぱりなかなか高画腫は難しくてですねそのなんか統計部癌に関してはかなり劇的なやっぱり劇的なんだけど高画腫は承認を受け付けてもらえなかったんですね二十何例のフェーズ2をやったんだけど要はですね日本の医薬品制度って有効性の証明をしなきゃいけないんですよ有効性のの証明っていうのはその統計学的 に他の治療法と標準療法と比べて有効性があると。うん、まあだけど BLCT の場合はフェーズ220例あって長期生存が2例。 あるで1年製造率も7割ぐらいあったのかなだけどそれだけでは証明にならないと20何例ではだからフェーズ3しかもシングルアームって言って比較対象群を設けない知見ないんですよだからフェーズ3で比較対象群を設けて標準治療の群と BNCT をやった群で300例ぐらいやらないと承認できないよっていう今その段階ですね結局どうするんですか 結局、高素材メーカーがステラノケミフ,ファーっていう製薬会社作ってやってるんですけど、上場しちゃったんですよ、ね、上場したんですよ。はい、なんで、やっぱり、ね、フェーズ3ね、例えば100例でも、めちゃくちゃお金かかる、えー。1人だから5000万だとしても50億かか、はい、50億かかる、うん、それは出せないと、うん、無理だっていうんで、でもそのステラノケミフ,ファーはこれないと、会社潰れちゃうんじゃないですか。だだかからら高画手ででははははなくくて他の部部位もし承認はされ てるからそこでやっていくとそう,そ,うそ,うそういう戦略、うん、さっきの宮武先生はやっぱりやりたいんですよだからそこだけ他にライセンスアウトしたりとかってことなんでしょうかねそういうこともあの考えたりとかしてるんじゃないんですか <laughs> ただそれをライセンスアウトしてやるところがある,かっていうあるのかどうかっていう採算が取れるのかどうかみたいなところもありますよねレアな癌だから <laughs> なるほどなるほどだから高額者だけに限らなければいろんな癌にも <laughs> でもピンポイントで 腫瘍だけを除去することができるってことは別に他の癌で使ってもいいわけですよね。うん、そうですね。承認されれば。承認されれば、うん。だから、そのいう治験も今準備してるっていうことみたいですよ。例えばほら、とメラノーマとか。あ<ー>性黒色種とか。はいはいはい、皮膚癌ですよね。そう,そうそう。めちゃくちゃ当てやすいですよね。うん、そこで、ね。というのが、まあ、この B. N. C. T. なんですよね。